皆さんこんにちは、よりこです。今日は、サンプルレビューをしていきたいと思います。前回の動画でお話ししたと思うんですが、サンプルがたくさん溜まってきてしまっているので、サンプルレビューをしていきたいと思います。今日みたいに暑い日ですと、結構ね、パウダーファンデーションだけでさらっと、メイクしたいなと思う時もあるんですけど、私は基本的にはパウダーファンデーションは使わないんですね。ただ先日、前回の、お買い物の動画でもあげたと思うんですが、新宿伊勢丹の方に、新宿伊勢丹のコスメ売り場の方に行った時に、マックで、サンプルを何点かもらったので、そちらの方のレビューをしていきたいと思います。今日は、こちらの、ライトフルの方から、ライフトフル C、ティンテッドクリームとパウダーファンデーション、こちらの方のレビューをしていきたいと思います。はい、皆さんお分かりの通り、今日は、ノーメイクでございまして、アイメイクだけちょっと軽くしてあるんですけど、こちらの方で、ちょっとこれを試してみたいと思います。ライトフル C です。 MAC の、MAC の方から出ているライトフル C、 まずこちらのティンテッドクリーム SPF30 の方からつけていきます。1本でスキンケアと UV プロテクト、さらに、スキントーンの補正をする機能を兼ね備えた化粧下地ということで、ナビの良いテキスチャーで白浮きせず肌にフィットし、ほんのりベージュほんのりベージュなの、ほんのりベージュ、カラーで肌のトーンを均一に、ラディアントブースターでしっとりと内側から潤ったような輝きを実現という、素晴らしいクリームですね。こちらの方なんですが、ちょっとこちらの方からまずつけていきたいと思います。植物由来成分結構使ってるみたいで、キュウリ、キュウカンバのエキスとリンゴエキス、それから黄金根っていうのかな、エキス、保湿成分、それからビタミン C、 まあ、C って書いてあるぐらいですから、ビタミン C が入ってるようですね。とつけていきます。だいたい私はいつもこのくらいの量をつけていくんですが、両手でちょっとなじませて、触った感じはこういう普通の白いちょっと水っぽいクリームかな。あ、いい匂いがします。すごくこう、なんて言うんだろう、自然な匂いが。これだけでも肌が綺麗になるっていうことなんですよ。今日本当にもうそばかすとかすごい、あとこの間、今日も皮膚科に行ってきましたけど、レーザー治療したところがだいぶ薄くなりました。ちょっと今ぐらいの量だと足りないかな、おでこまでいかなかった。はい、まずティンテッドクリームだけつけました。どうですかね、すごいもうツヤツヤ、すごい均一になる感じがする。毛穴がなくなる感じがしますね。そして、ライトフル SPF30 のファンデーション、こちらの方ですね。ライトフル C SPF30 ファンデーションコンパクト、ライトフル SPF30 ファンデーションのために、あ、ごめんなさい間違えちゃった。ライトフル、ちょっと失礼しました。ライトフル C SPF ファンデーション、 MAC で人気ナンバーワンのパウダリーファンデーションがリニューアルしたそうです。リニューアル、ワンストロークで溢れ出す透明感、際立つ立体感、クリスタルのような 3D 肌の完成ということですね。 3D 肌すごいですね。パウダーファンデーションだけってつけたことないからちょっと楽しみですね。一応こういう感じで、色味は、ベージュの30になるかな、そうだ、ごめんなさい、 NC30 ですね。 NC30 になります。で、あ、傷つけちゃった。
これだとつけにくいので、ちょっとこちらの方のファンデーションでつけていきます。うん。まず目の下のクマのところ、どうかな？結構カバーしてる気がする。ダメ、ちょっとやりにくい。半分だけつけて、つけた感じはね、すごいサラサラ夏向きなファンデーションかもしれない。半顔だけつけます。今回コンシーラーも何も使ってないので、結構あれなんですけど、どうでしょうか。半顔、こっちが、これだけで、こっち側はこちらの、ライトフル CSPF30 ファンデーションをつけました。なんかサラサラしてて綺麗、カバー力はあるかな。ツヤも結構あるみたいですね。うん、結構いいと思います。パウダーファンデーションの割にはちょっと時間を置いてみないとわからないんですけど、はい、ファンデーションだけ両方、塗ってみました。結構色は私これぐらいでいいのかなっていう感じがするし、すごい、毛穴がすごい目立たなくなって、あとね、すごいツヤがあるかなって思いますね。ツヤがあるし、うん、すごい夏向きの結構いいかも。夏忙しい時とかで、目の下のクマも結構カバーされてると思うんですね。まあちょっとこれは難しいかな、このシミは。次ね、治療予定なんですけど、なので、うん、すごいいい感じについてると思います。はい、メイク最後まで仕上げてみました。こちらのライトフル C、モイスチャライザーとライトフル C SPF30 のパウダーファンデーションを使って、今日はメイクを仕上げてみました。すごいね、ツヤ感があっていいファンデーションだと思います。ポイントメイク、カラーメイクアップはしましたけど、コンシーラー、それから、コントロールカラーとかは使ってないけど、結構綺麗にツヤも出てカバーできてると思うので、ちょっとこれで時間を置いてから、またちょっと、経過を皆さんにご報告したいと思いますので、また後で。はい、今ちょうど7時になります。このファンデーションを、マックのファンデーションを塗ったのがちょうどお昼過ぎ、ちょっと時間を取るの忘れちゃったんだけど、お昼過ぎなので、今から何時間、1時ぐらいだったから、2、3、4、5、6、7、6時間経過しました。ちょっと唇取れちゃってるんですけど、もうすごくツヤがあって綺麗です。毛穴も目立たないし、カバー力もまあまああると思います。うん、なので意外でした。パウダーファンデーション今までね、私あんまり使ったことなかったので、意外に、いいファンデーション、いいというか、パウダーファンデーションだけでもちょっとこの辺が乾燥が出てるかなっていうのはあるんだけど、うん、このくらいの乾燥だったら全然いけると思うので、このファンデーションはグーです。高評価だと思いました。はい、以上よりこのサンプルレビューでした。最後まで見ていただきましてありがとうございます。
インスタグラム、フェイスブック、それから、ダメブロ、ツイッターやっておりますので、よかったら、フォローしてください。ではまた、よりこでした。おやすみなさい。